の調子もバッチリ。そうだな、悪くない。リン、誰か後ろから来るぞ。そっと、どいてもらえるかしら。もたもたしてるとご飯が冷めてしまうのだ。やっほー、歌って踊れてトークもできて、ジェットレースもお手の物。しかも世界一キュートでスイートな美少女だなんて。スイート？ティナで。私たちヘルズキッチン。よーし、いよいよエミリーたちの出番ってござるか。いざ尋常に勝負ね。腹切り藤山。落ちないようにしっかり捕まんなよ。マナちゃん、すっごく気合入ってんね。私そういうとこ好きよ。なんだよ、照れるし。おいおいおい、俺たちがぶち切ってやるよ。すみません、お邪魔しました。素敵なレースにいたしましょうね。おいミスター、そんな奴らに謝んなくていいんだよ。はいはい、ごめんね、トトちゃん。お前たちの輝ける場所を奪って。そうだね、タミ。行こうよ、ミサちゃん。わかった、リン。水と空の境界線の向こうへ。境界線の先へ。並木か。黙って先に帰っちゃうなんてひどいよ、ルームメイトなのに。一緒に帰る約束なんてしてないよ。そうだったね。じゃあ今約束しよう。これからは毎日一緒に帰りたいな。私ミサちゃんのこともっと知りたいの。こっちに引っ越してから初めての友達、それがミサちゃんだから。友達。うん、友達。友達か。それに一人より二人の方が楽しいもん。だから一緒に帰ろうよ。どうせ量も同じなんだ、好きについてくればいい。やったー、ミサちゃんありがとう。お礼を言われるほどのことはしてない。あと、そのミサちゃんというのはやめてくれ。ちょ、え、そうなの？ごめんね、嫌だったらやめるけど。嫌とは言ってない、調子が狂うと言っただけ。友達なんだからミサちゃんじゃダメかな。私のこともリンって呼んでほしいし。私はお前のことをよく知らない。だか、そっか。私は並木凛です。長崎の小鹿から来ました。好きな食べ物はお蕎麦と納豆。苦、私。ちミサ、私、向か、え、じゃ、スキップするね。の開放的な河川敷を。マシンの操縦は任せた。3、2、1、スタート。よーし、張り切っていくよ。並木、お前本当に走れるのか。大丈夫大丈夫、どうにかなるって。不安すぎる。あなたたちが負けて
約束通りに神田川から去っていただきます。武蔵野女学館の力を見せつけてやるのだ。全力で加速します。どうだ、カナダ。ブーストかけるね。私を外さない。すごい !1 位になったよ。Z レーサーの夢に近づいたかな。細い道幅のコースが入り組むネオ日本橋、工夫次第で走りを有利に進められそうですね。コースの構成がシンプルとはいえ、各所に技術で切り抜けるポイントが、細かい爪で攻める姿勢が必要。リサちゃん、マシンの操縦は任せて。3、2、1、キーホルダーはジャリファーたちのものです。違う、私たちのものだ。もうリサちゃん落ち着いてよ。
トレイサーがこうなっては試合で決着をつけない限り止められない。そういうことだ。行くよ並木。スピードアップ。サイサイ、私の出番。私は外さない。どうだ、エミリー流忍法いけるでござるよ。
驚きました。思っていた以上の成績。すごい、1位になったよ。ジェットレーサーの夢に近づいたかな。やったぞ。イルカのキーホルダーは私たちのものだ。スキップするね。見て見て、ミサちゃん、また成長した気がする。早くレースで試したいね。